that shit, get that shit from the place. Get that shit from the place. みなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。演出のシャックです。みなさん元気だといいな。今日はですね、新しい乃木坂、乃木坂46の、供給リアクション動画を作ります。この動画の名前は、なんかちょっと読めないよ。なんかロマンジだから、もちろんなんかもちろん英語で読めるんですけど、なんかもし日本の言葉がなんかロマンジで見ると全然読めないよ。難しい。でもさ、なんかその教区の前は思い出何？思い出が止まらなくなる。思い出が止まらなくなる。って言います。そう、乃木坂46が、なんか、マジで人気。マジで有名な。なんか、乃木坂は、いろんな、なんか、バンドあるんですけど、なんか、乃木坂48あるもん。忘れちゃったですけど、いろんなバンドある、ってこと、知ってる。でもさ、なんか、J-POP っぽいじゃない、バンド。はい、それは大好き。なんか、時々、なんか、ニーズユーは、私に、なんか、ニーズユーは、J-POP だったんですけど、今、K-POP になった。そう、K-POP スターであるから、K-POP になった。でもさ、乃木坂46は、なんか、J-POP っぽいだけです。そして、嬉しい。本当に、日本人と、なんか日本のスターである。そして、嬉しい。はい。でも、皆さん、お願いします。お願いします。ブーム。そう、なんで YouTube のタイトルは日本でじゃないの？かわいい。かわいい乃木坂46。みんな何歳ですか？私の同じ向かいですけど、多分。若い。かわいいじゃん。それ全部かわいいよ。いいな、笑顔。あ？メンバーは何人ですか？いっぱい。みんないいな、笑顔ある。だから、女性のため、いいな、笑顔大好きよ。笑顔大好きよ。笑顔は、私の一番、見えるところです。なんか、女の子の顔に。ちょっと懐かしい気持ちをある。それは。なんか最近、日本で、なんか J-POP で、そのガールバンドないよ。でしょ？それは、なんか歴史だけある。なんか、なんかギャルバンドの名前忘れちゃったんですけど、AKB とか、その AKB 時代は、なんかギャル、日本のギャルバンドが、日本のアイドルバンド、なんか同じメンバーみたいなバンドがあったんですけど、今、あんまり見えない。そして、嬉しい、見える、これ。
それ見えるから嬉しいよ。懐かしっぽい。日本のスタイル、日本の歴史のスタイルだから。多分今の時代はなんかいつも自分は自分となんか世界、自分と世界も比べするから、ウーえー、なんかプレイステーションバトルみたいです。そうだね。あ、イエーイ、イエーイってさせてきる。なんかイエーイとかバチバチしたい。ウーえいえいえい。乃木坂46、乃木坂46、乃木坂46、えい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 。ウーえい、Let's go, let's go, let's go。みんな頑張って、アイドルなりたい。アイドルになりたいなら頑張ってね。すごいじゃん。うまかった。うまかった。ありがとう。みんな可愛いよ。みんないいな絵がある。すごいじゃん。すごいじゃん。懐かしい気持ちあった。みんな、同じですか？なんか懐かしい気持ちってことありますか？同じですか？コメント欄で教えてください。知りたいです。なんか私の気持ち同じ。あったな。すごい、なんか、懐かしいっぽいのダンスとか、みんなの一緒にの声とか、音楽、動画も、懐かしい気持ちある。だから、なんか、嬉しいになった。嬉しいになった。マジで嬉しいになった。絵があった。そう、みんなどうですか？その気持ちわかるの？あと、なんか、乃木坂は、なんか今週、なんか参考、普通の曲、あると思います。そして、多分、他の曲もリアクション動画を作ります。はい。でもさ、なんかみんなの考えことを教えて、コメント欄で教えて、ラックバットの下で、チャンネル登録よろしくお願いします。でもさ、俺はエースのシャッキーです。キムはプレイズです。見てありがとう。じゃあ。